さよなら、金プリ涙が止まらない。脱退する三人が歩む新しい人生。平野は韓国大手事務所と交渉中間。人流児と騎士は。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 5月20日、ジャニーズの人気グループキングオブス派、NHK の音楽番組メニュー101に出演し、5人体制での最後のパフォーマンスを見せた。 こんなになくはずじゃなかった22日に平野市、洋二十六神宮寺優太た2五騎士優太た十、七の三人がグループを脱退し23日からは長瀬連二十、四橋山二十、四の二人だけで新生キング・アンドブスとして活動していく。番組では一番、シンデレラガール、ビューティフルフラワーの3曲を披露。 Beautiful Flower フフの歌い出しの平野紫のソロパートでは平野は涙を流しながら歌うことができない場面もありました。横にいた神宮寺が肩を叩き、その後メンバーが同時に歌い出す場面にはファンであるティアラも涙を流したのではないでしょうか。歌唱を終えた平野はこんなに泣くはずじゃなかった。最後のありがとうというフレーズもメンバー。 ファンの皆さんにも言えたので、すっきりしました、とコメント。リーダーの騎士は、一生忘れられない思い出になった、と話していました。テレビ関係者。キング・アンドブスはジュニア時代の2015年6月に、ミスター・キング・ VS ・ミスター・プリンスの名前で、テレビ朝日の応援サポーターとして活動を開始した。当時はイベント限定の予定で結成されたユニットでした。 しかし、ジュニアの中でも人気のメンバーが集まったことと、ファンからの絶大な支持もあり、同年8月からは、ミスター・キング、として平野、長瀬、橋、ミスター・プリンス、として岸、神宮寺、岩橋玄樹、26、が、それぞれ別の3人グループとして活動を始めました。 特に、ミスター・キングはジュニア内ユニットの中でも群を抜いて人気でした。元ジャニーズ事務所関係者。その後、再び6人は合流し、キング・アンド・ピスの名前で2018年5月23日にシングル曲、シンデレラ・ガールでデビュー。まさにシンデレラストーリーを知で行く華々しいデビューの上、彼らには最終的にもう一つの伝説が添えられる。 ジャニー氏が生前最後にデビューさせたグループという金看板が、当時はキスマイフトにセクシーゾーンらのデビューが相次いでいたこともあって、事務所はジュニアたちに対しはっきりとデビューはないよ、と告げていた時期でした。そんな逆風を潜り抜けて唯一デビューしたのが金プリです。きっかけは平野が中心となりメンバー6人全員でジャニーさんへ直談判したことです。 もし断られたら全員でジャニーズを辞めようと話し合うほどだったと言います。6人でデビューしたいという意志は固かった、当然。ジャニー氏への直談判、そして華々しくデビュー。悲願のデビュー曲は発売1週目で57.7万枚を売り上げ、金プリは上々の滑り出しを決める。金プリのデビューはジャニーさんが強権的に進めた。 ため事務所内では反対派も多く現社長のジュリー氏もよく思っていなかったと言います。しかし、デビューシングルやコンサートの売り上げで着実に実績を積み、バラエティ番組での活躍もあって事務所での待遇も手厚くなった。デビュー後、事務所は世界の金プリにすると相当力を入れていました。別のジャニーズ関係者。 飛ぶ鳥を落とす勢いで人気をつけていった金プリだが全てがうまくいったわけではなかった。2018年11月にメンバーの岩橋がパニック障害の治療に専念するため一定期間休養を報告。その後2019年2月に芸能活動を一部再開することを発表したが、同28日,日に再び治療に専念するために活動再開を見送り、 ついには2021年3月にグループを脱退し、事務所をも退場した。岩橋のジュニア時代の人気はすごかった。雑誌、舞予定、集英社では、恋人にしたい JR ランキングでは、長瀬や平野を抑えて2014年から2018年にかけて5連覇を達成するほどでした。一度は活動再開を発表したのに叶なわなかったのは、 ジャニーさんが岩橋と直接面談して下した判断だと言います。しかし、脱退後もメンバー間の絆は固く2022年10月9日には、鈴鹿サーキットで開催された F1 日本グランプリにて、岩橋と金プリメンバーが再会。翌10日に更新された岩橋のインスタグラムには、幸せ、感謝、大好き。今日はそんなついたちでした。キング。 リンチェのみんなありがとう、と投稿されていた同然、同然。メンバーの結束の強さがキンプリの強みだったが、デビュー表書き、事務所のサポートの薄さ、メンバーだったりこれまで数多くの困難に直面してもメンバーの結束があったからこそキンプリは危機を乗り越えてきた。しかし、2022年11月4日、 ファンクラブサイトにアップされた約20分間の動画は驚くべきものだった。デビュー当時からジャニーさんとしてた夢、そしてジャニーさんとしてた約束、そしてファンの皆さんとしていた約束、海外で活躍できるグループになることを目指して頑張ってきましたが、メンバーそれぞれが年を重ねて、それぞれが経験を積んで、活動方針に違いが出てきました。平野コメント。 僕はキング、リンチェとして海外に進出することが僕自身とジャニーさんとそして応援してくださってるファンの皆様の大切な夢の一つでありましたた。その夢を追い続けるために活動をしてきましたが、活動をしていく中で海外進出のことだけではなく、活動方針の考えが変わっていきました。神宮寺コメント。活動方針の違いを理由に、平野 神宮寺、騎士の3人が脱退、退社することが発表された。スターダムを駆け上ったとはいえ、デビューから5年足らず、まだまだこれからというところでの金プリ解体は世間に衝撃を与えた。メンバーを知る人物は急な脱退発表の裏をこう推測。 キンプリメンバーは仕事だけでなくプライベートでも本当に仲が良く彼らの最大の共通点といえば全員がジャニーさんを尊敬していたことです。常にジャニーさんの評価を気にしていたし、活動の指針にしていたほどのジャニーさんっ子。だからこそ2019年にジャニーさんが亡くなったことはグループにとって大きかった。 目標を失ったようなもので、メンバーが戸惑いを抱くに至った大きな要因の一つでしょう。ジャニー氏の意思を継ぎたいメンバーと、自身のやりたいことを突き詰めるメンバーとの間で、一つだった金プリの意思が揺らぎ始める。辞める三人はファンクラブ動画でも言っていた通りジャニーさんと約束した海外公演を一番に考えていた。 逆に残る二人はドラマやバラエティを中心に考えていました。特に平野はコンサート前には自らスタジオを借りてメンバーを集めてレッスンをするほどコンサートというものを大事に考えていました。それに対し時に流せはついていけないと愚痴めいたことをこぼすこともありました。当然。 強い絆があったからこそ、個々のメンバーの目標のズレは容易に解消できなかった。だが、そんな行き違いはお首にも出さず、最後の日を迎えるまでメンバーたちはキンプリとしての活動に励んできた。5月20日に最終回を迎えたキング・アンドスの冠無理番組、キング・リンチェ・プリンスル、ゴールデン2時間スペシャルもまた例に漏れない。 番組では最後の5人旅として新潟上越市での1泊2日の旅が放送されました。ラストには5人だけの花火大会をし、これからも絶対勝つぞキング、リンチェプリンスコー・スコー・ゴーボー、エンジンを組んで終了したタップ。この番組終了後にメニュー101の生放送。 ラストパフォーマンスを見たファンは、涙が止まらない、と SNS でコメントしていました。前でテレビ関係者。平野は韓国系の大手事務所へそして今日、平野、神宮寺、騎士の三人はキング・アンドプスを去る。騎士は脱退後もしばらくジャニーズ事務所に残りますが平野と神宮寺はそれぞれ新しい人生を模索しています。 平野は韓国の大手事務所に入ることを望んでいるという噂があり、現在も交渉中、真っ最中だとか。何にせよ今後の動向から目が離せませんね。芸能関係者。各して金プリは伝説になる。フニハルオンライン特集版 Web オリジナル、特集版。